大人に夢中になる CS ガオラスポーツにて絶賛放送中です。詳しくはガオラスポーツホームページにてご覧ください。ああ、本当だ。ただ今回の大会はガオラスポーツの協力のもとインターネット放送2個分で、これは大事な、あさって10月25日いらないですね、こういうとこは。試合中継が開始します。ご視聴方法は、詳しくは下がらで2個分と検索ください。余計なコメント入れてきた。これから行われる試合は、オズアカデミー選手権試合実行委員会が公式に認定するオズアカデミー認定タッグ選手権試合となります。チャレンジャーは9月新宿大会でその挑戦が決定したダイナマイト関西山下稲組。迎え撃つチャンピオンはこれが初防衛戦となります第25代王者志田光守備組となります。それではただいまよりオズアカデミー認定タッグ選手権試合を行います。それでは本日のビジネットタッグマッチ30分一本勝負、まず青コーナーより挑戦者山下のダイナマイト関西入場。これだけやっててもニコプロさんは追ってくれないというかわいそうに首かしげ始めるあっさり切られちゃった。ほら私な大事なところだと思うんだけどなひどいなこの2人も、ね、今年2度目の挑戦というのが、はい、1度目は関西選手引退発表の時でしたからね。あ、支持率の高いタッグですよね、うん、これね。あ、そうなんです ね、うん、そうですね。山下もでかくなりましたね、なんか、うん、あの相変わらずくじけない心っていうのが、ね、すごくいいです前回のマイクがまたすごかった面白かったすごい面白かった。あれなんかどっかで公開する、オズのホームページで、あー、まだまだ公開中です。チャンピオン、まだ公開中です。志田光入場。はい、入ってきますは25代チャンピオンですね。コスチュームも合わせて入場テーマもあの2人のタッグチームの入場テーマになってますから、ね、あ、そうなんですね、うん、この2人がまさかコスチュームまで合わせるとは思わなかったよ。そうですね。お、今なかなかいないですよね、あのタッグ、タッグ屋、タッグ屋っていう感じの、はい、そう、あの中川さん、松本さんの2人がやっぱりそのタッグ屋感が僕はすごく好きだったんですよね。 ありがとうございます。そうですね、やっぱりこういうチームって女子プロレスの花ですよね。そうですね、すごい思いますね。なんかでもやっぱりライバルがいて試合に先立ちましてチャンピオンベルトの変化です。対抗したくなってて、その対抗したい思いがつながってタッグになるっていうのは結構あって、私と中川さんにとってはソンチカだったんですよね。あ、当時そうですね、そうですね、でそれもなんかベストバウトに選ばれたりとかもあって、うんうん、すごくよかった。そういうのがやっぱ、そんなの加藤とかは結構絡んでるんだね。そうなんです、そもそもそうです、確かにそうだ。オフに上がってからは関わり合ってるのがやっぱり、まあ、アジャコング上に、まあ、2番目に多分加藤その子だと思うんですね。加藤、加藤本日のメイベントお互いに右手をタッグ選手権試合タッグマッチ30分以上すごい流れてますね。2年目3年目に山下さん、松本さんがいいなー、同じく挑戦者180番のやることを一通り準備終わったのダイナマイト終わったんだ、失礼します。あとは、あと僕もやるの、あの風速センターみたいなお弁当に入れてくるんです。いや、まだあるっていうのが2、3日後のすごいスタッフの数。赤コーナー第25代チャンピオンチーム128バウンド終了。同じ赤コーナーチャンピオン132バウンド白川光全体の1週間の赤コーナーです。おめでとうございます。なんでよろしく。いくつになられるんですか。え、忘れました。なんか一緒にされたくない。シュリもあれですよね、オズからコスティを使い始めて。あ、これオズからなんだ。オズでしかむしろ使ってないじゃないですかね。なんでコスティなんだろう。うん、そうですよね。コスティってそもそも何なんですか。トレーニングそう、すげえ重いですよね、これピュアウォーターっていうのはあるじゃん、ウォーターサーが家庭で使える、はい、あれより重いですからね、例えてわかんないよ、持ってないからわかんないけど、そんなにみんなウォーターサーも持ってねえから、まあ、水だから、まあ、重さするものだから重いんだろう、ね、
あの控室のとこ置いてあって僕もちょっとそんな風に思ったんですけど、うわっ、なんつうの、なんか聞いてないですね、これが重いかそのうちリングコーデスも、ね、ただマイクになってるあのマイクを僕してあるね、これ4人が4人ともものすごい絵になるね、これ、うん、須田選手緊張してた、この日会場入れした時からものすごい緊張してた。そうなんだ、なかなかそういう姿が見せる人じゃない、うん、見たことない、こっちまで緊張してた。やっぱり関西選手とのタイトルマッチだからっていうところが何回もあるね。関西さんと何かってやっぱり当たる選手のみんな緊張しますよね。まあ似たものはね失敗できないですからね、組む方も当たる方もやっぱり必須ですよ。それこそ忍耐労働の前かでも秋野さんもすごい緊張してたし、してた、してた、あの横浜大阪橋、そうそう大阪橋も結構そのもね、タイトル戦で震えてましたもんね、うん、そうそうそう震えたって、試合前控え室ですごい声が会場まで聞こえちゃいます。関西さんとあのインタイロードやる選手が、うん、みんなその日すっごい無口ですね本当10月11日の引退の後楽園のチケットが売り切れますよ、もうすぐ。あ、そう。まだ買ってない人は余裕を持ってたら入れなくなっております。あ、早めに、お早めにお買い求め。だって前回のそのフェイスで関西さんのプロデュースコーチが、うん、はいはい、早かったですね。後楽園の南の真ん中の通路より後ろのチケットが何枚も使われてる。皆さん、やばい。いい席あるのですかって思ったら、いい席ないです、ないって、売り切れちゃってますね。あ、そうなんだ。後楽園ホールそのものによって事務所に1枚2枚とかあるところに、あ、なんか書いてある、関西選手の歴史を振り返る第2回はすごい11月7日に放送です。あ、須山さんの番組かな。そう、まあ30年の歴史ですね。なんか後楽園ホールチケットなくなりますよ、ヒントとかガンガン鳴らした方がいいですね。ね、これは考えますよね、うん、そうですね、そうですね、ちょっと僕の今日はなくなります。はい、その前の分配に行ってかれないように頑張りましょう、うん、キャパシティの、ね、大きさが、ね、全然違いますからね。はい、松本応援シートも、あ、そうですね、松本応援シートがありますから、ね、はい、そうです。山下さん、関西さんの技を使ってます。どうなんですかね。ね、ね、どうなんでしょうね。関西選手の技ってこう限られますからね。大阪の人だからスプラッシュマウンテンも元々はね、うん、西地区の通天閣。あ、そうですね、そうですね。松本さんももらって使ってる技あれですもんね、ライダーバンドですよ、はい、ゴーアンも使われますよね。そうですね、中川選手、はい、ライダーバンドを持ってからね、松本選手がどんどん成長しましたから、ね、あと今バックドロップも使ってるんですけど、あの今週明日発売でシフローで特集してもらうんですけど、名前を変えて、はい、レッグドロップっていう、はい、名前を変えてます。バックドロップの自信持ってて、他の人とは違うんだぞっていうのがあるんですけど、やっぱり全体に向けてやっぱりキーとなる技だと思って、はい、そうですね、確かに試合の流れ変える技ですよね。あれ一発でやっぱりフィニッシュにもつながるし、流れフリップにも繋がってくると思うので、なんか入り方とか投げ方とかもやっぱりオリジナリティは、オリ
ジナリティっていうか、もうこれはまあ、プロレスラーみんなそうだと思うんですけど、それぞれみんなバックボーンってあるじゃないですか。シュリだったら総合格闘技やって、今こういうふうに瞬間5分経過が5分経過スタミナを誰にも負けないスタミナを持つとか、私もやっぱりその負けさとか私にすごく合ってる技なんです。もうこれは誰が今からどんどん努力しても叶わない部分だと思うんですよ、はい、でそれが一番出せるのが学校の努力だなって思ってるので、はい、みんなそれぞれ多分すごい一番合ってる技が気にしなくて、それが自分にとってはそのロックドロップとかいただいたライバーボンドとか、はい、うん、プロレスっていう技ですよね、どっちもね、うん、でそう松本さんはやっぱりプロレスラーっていう感じがするから、すごくそれは似合ってると思う。高い的な、高い的な柱だったらやっぱり2位なんで、うん、あ、そうですね、はい、それがやっぱり松本さんって詳しくはシュープロさんにも持ってる、はい、そうですね、はい、水道橋では今日が発売かお思いますね、うん、今ケツケツケツで確かに須田ヒカルは来たんですけど、最近それを上回ってなんかものがないですか、うん、なんかケツとかにこだわらなくても、須田ヒカルの存在感が、うん、須田ヒカルっていう、ね、ものがちゃんとなんか成り立ってましたよね、うん、緊張してきましたで、舞台のその舞台セットがすごいっていう、この間撮影もしたじゃないですか、それを見てこれは入場すげえと思って慌ててガウンも慌てて、いやこれはすごいと思って、会場でしか見れないらしいよね、慣れそめにやる入場シーンは多いあすごい、いやもうそうですね、これもビッグマッチがありますよね今回は前回になかったものですけど、プロジェクションマッピングもそうですけど、ライブコート呼んでる特殊効果が、はい、なんですか特殊効果が爆薬もう火薬が仕込まれますよマジですか、え、分体ぶっ壊れるじゃないですか、分体ぶっ壊れるんですよそういう面でね、臨終感というか、舞台の穴の中にいたらすごいですよ。すごいアイコン。舞台って火薬大丈夫なんですか？ちゃんと中消防署に行って、空襲申請をしてきましたよ。そう爆薬ってすごいアイコンですか？爆薬として、思考感が使われるらしいことですね。プロレスの技はそうじゃないと、そんな団体最近ないんですよ、ね、女子はあんまりね、まあメインの入場しようと言ってますよ、とにかく業界内でも演出大好きおじさんでも本当にすごいですよね、年々
変わっ色がまた変わって、うん、なんか演出みんな簡単にやってるように思われてるけど演出ってものすごい大変でね、ちょっと演出作るのどんだけ悩んで悩んで思ってない、ファンの人は思ってるのか、どうなんだろう、すごい苦労してるんだよ1週間ぐらい待つのか、上の子ばっかり考えてますから、加藤その子のことばっかり考えて、親より考えてくれるよやばいですね、いやー、おじさんの本当にこだわりすごい、全体へのやっぱ全体が一番そういうのは演出的な部分で考えると、まあ、あの環境的にもやりやすいのでスケージの上のバトンの高さがすごく高い、うん、あのそういうの同調がある、なんかそのいろんな条件が、ステージの横幅が広いので、まあ、ステージの高さっていいんですけどね、本来2班であんなになっちゃったのに見に行っても、ないですね、コスティ何でできてるんだ、コスティ多分木ですね、くらいの重さですよね。あ、でも ものそのままそうですね、その木から切り出した感じの、はいはい、ちょっとしかも重ための木です、バットのでかいバージョン、あ、そう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 、8K 山下、あ、でも確かそんな重さだと思います、バットの落下した人KBS の見学手作業、KBS ホールで見学した人がいます、さっき話したばっかなんで、これでも8キロですからね、なるほどそっか、これだけでも大変だよね、危ない危ない、これ最近やるんですけど、持って受け身取っただけでも結構なんですよ、中村ひろゆきに渡しちゃえばいいのにピョンって、ね、無理です地味に足の上とポンとしてください、表彰式ができなかった、このカットはどっちも支持率が高いから、どっちが勝ってもどっちが負けても興奮しますね、これなるほど、これもさっきの噂の同い年ですね、あ、そっか、そうだそうだ、3人同い年で加瀬さんだけ、そっか、加瀬さんまたこの人かなり汗かいてましたよね、若い3人に生まれて幸せだ、下人数の高いですか、声援がバンバンと飛んでる、なんかこのメンバーだとちょっと前はやっぱりダイナマイト関西が目立ってしまってたのに、すっかりこうね、うん、いやこれはもう一言だと笑いますけどねひと言だと自分がやられたら腹立つでしょ、いやー相当やられてますけどあ珍しい、ね、シダヒカルのしないと横から叩くじゃん、あ、ね、やっぱり嫌だよな、ここ眉間が、こめかみのあたりを引っ張る、頭の上から叩かれると落ちろよ、すっげー痛いっすからね、よかったせいっすよ、あ、そっか、去年あたりは松本さんはそうだ、無毒を食らって揉めてた時だ、私が一番好きだね、そうですね、うわ、
おお、これまた高く上げて。15分だってもうスピードが衰えないですね。山下さん何年生ですか？3年目くらい多分ね、このメンバーの中でメインでこれだけ目引けるってすごいですね。おお、マジか、マジか、会場がすごい湧いたんですよ今、木の破片飛んでましたよね。ねえ、市内でもやり合ったらはずなんですよ。あー、ダメでしょ、ほんまに。でも返す、これまた綺麗に入った。カウンのスリーか。頑張りましたね、山下選手ね。16分12秒、勝者、志田ひかる。はい、魂のスリーカウントで、志田ひかる選手の勝利というところで、発表。でも、やっぱりこっちのチームにもメリット任せてあげたかったなって。ああ、ね。ねえ、もうこのチャンスは二度と来ないわけだからね。いい試合だった。本当にいい試合だった。これによりましてこの試合チャンピオンの防衛となります。小爆心を食らうやん。まあでもこれ関西としては引退してもこの3人のうち誰かしらがね、あのまたあ、そうですね、はい、そうですね、はい、志田さんなんかも全然チームの防衛なんですけど、去年の一歩届かなかったですね。もうもう忘れてる頃に言う。怖いな、カメラさん。本当に残念だったと思います。なんか悪い人が、悪い人が来ました。お関西、関西、あのさ、横浜の問題でさ、あんたのタック組む決まってるけどさ、対戦相手決まってないよね。どうする？うるせえな、お前、黙ってくれ。ちょっと私、やりたい人が一人いるんだ。いい？じゃあ一人ずつ。え？うるせえ、お前、黙ってくれ。関係ないですか？誰目でも、お前と組むんだろ。せやな、お前が勇気出すんやったら俺も山下しかいいんやろ。お前ら二人で組んで横浜で俺と尾崎の相手になるか。やないよ。どうせもそれで最後やしな。ああ、決まりやな。おお、それじゃあみんな横浜は、関西大崎組対、山下幸秀でいきます。大丈夫なんですかね。ゆきひ、あともう一つ、大岡、ごめん、大岡にもいい相手見つけてきた。赤井咲とシングル、正義軍に連れてこいよ。任せてください。悪いわ。赤井咲とヒットポリス君。Thank you.
黒さんどっちが素直なとこが見えますね。どっちが好きなの？両方好きなの？多分ね。悪い人たちは荒らすだけ荒らして帰ってくる。タイトル狙いに行きましたが、取れなかったですね。さんでした最後、本当に山下とこの前ウェーブの、ね、トーナメントでは優勝したんですけど、なかなかベルトまではやっぱりまだ遠かったかなっていう気持ちもありますし、すごく残念に思う。今日これでなんか関西組が引退しないんだったらね、もう1回でも2回でも取れるように挑戦してほしい。東京で試合するのがこれが今日最後となります。あとは地方に、関西ですね、このマイクの時東京最後ってことだったんですけど、その後ちょっとオファーも入ったりして、なんか今決まっオズではフェイスの最後です。そうですね、この後何回か新宿フェイス大会満喫して最後を迎えたいと思います。オズアカデミーは今日は皆さん本当に最後、東京での、試合が最後となります。皆さん東京への応援どうもありがとうございました。来年以降っていうか将来を考えてる感じですよね。期待していくにあたって、この残り女子プロレス界っていうのをすごく考えてますね。これじゃ大中のように株だと思う。本当にそうですね。むしろ今上がってますよね。ただ認定賞の授与です。もう毎回の試合が本当に出し切ってやろうっていうのが本当にあって、志田光との首里殿だからこそあなた方は2016年しんどいって言ってましたね、監督もね。なんかそれも感じるのもまた、認定タッグ選手権試合において見事勝利を収めました。栄誉をたたえチャンピオンとして認定いたします。2016年10月23日オズアカデミー女子プロレス選手権試合実行委員会、おめでとうございます。北海道に打倒を越してやっぱり絶対ですよね。北海道も大事ですよ。そして最後にチャンピオンベルトの授与です。根本的な間違いですよね。やっぱりこういうベルトってやっぱり取らなきゃ意味がないし、ね、取った方は防衛しなきゃ意味がないしみたいな、そういうものをすごく感じてきますよね。なんかね、下が泣いてる。ああ、そうか。志田の分隊のカードは気になる。そうですね。志田さんもまだカードじゃないですもん。やっぱりベルトを取るっていうことはプロレスラーとしても存在している証を残していくことだから、まあ、刻まれていきますからね。はい、そうですね。はい、大きなものですよ、本当に。なんか緊張のあまり無口になっちゃう。なんかこういうタイトル戦が1個終わると、ああ次は加藤と松本が来るんだなみたいなの、なんかいろんな世界を考えちゃいますよね。変に秒殺とかやってくれるとさ、どっちがね、どうなのよみたいなね、なんだか慌ててもしょうがないんだけどさ、どうしたらいいのよみたいなのあるよね。うん、いやもうでももう本当に分隊に向けてっていう大会だったので、ね、まあ、この2人はね、あの首里選手が分隊の日にね、ちょっと総合が入ってるということでね、またそれ以降の大会で防衛戦が組まれるんでしょうけれども、うん、はい。